ちゃんくん、ポンちゃん、おはようございます。日がさして気持ちいいね。やっと日がちゃんと入るようになってきたね。これは春の前兆ですよ。この辺あたりから日が出始めているのかな、今。向かい側にあるマンションにね、どうしても朝日は遮られて、ちょっと遅くに日が入り始めるんだけど、それがだん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 春になると朝一番から入るようになります。そうなってくるとですね、真夏は暑いんだよね。だいたい5時ぐらいには直射日光ガンガン入るようになるので、さあどうしよう。勝てんだよね。さあ出しやね。君たちはそれでいいんだけどね。いいのかな。暑くないのかな。まあ暑いの好きだからね。ということで、健康も取り戻したし、太陽も戻ってきたし、いいことずくめ。あとコロナがなくなればバッチリです。ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃんは影になって映ってませんけど、今日は少し、気温が下がったので、このおこたのハウスね、日によっていろいろ変えています。この中は暖かいので2人で、もうこうやって2人で入ってることの方が多いね。あとで部屋を温めてまた遊ぼうね。猫じゃらし昨日ちょっと面白く遊んでたもんね。ポンちゃん。はい、こたつから出てぼんやりしている二人です。ジャン君、ポンちゃんに舐められたんだね、ここすっごいなんか。よしよし、キレキレしたかね。こんなんなってたよ。はいはいはい、冷たいでます、冷たいでます。はい、終わり。終わったよ。終わったの。バオイママさんが部屋に上がってきたら、二人で寝てたのに外に出てきましたが、特に何をするでもない。だってここボケーとしています。いつもはね、今まではキュウリとかもらえたからね。でもご飯も入れておいちゃったよ。君たち寝てると思って。なんか長いことおやつもらってないね。だね。しょうがないね。本当は、ね、ポンちゃんは食べる権利あるんだけどね。お付き合いをお願いしています、ね、ポンちゃんだってジャン君のこと大好きだもん ね、 ねそれとこれとって思ってたりしてね。そんなことないよね、ポンちゃん。ジャン君、体の調子はどうですか？回復してきてる？ジャン君頑張れ。まあ1ヶ月ぐらいは、かかる子もいるよっていう話だったんで、まだちょっと先だけどね。頑張れよ。じゃんくん。